どうしたの眉毛。何が。ちょっともう消えちゃってるけど。何が。なんで眉毛なくなっちゃったの。何があったの。いやまあ眉毛消えたのは諸事情じゃないですか。うん、分かりや。眉毛ってさ、なんかちゃんとして。なんでそんな立って集まってくるの。座ってくんない。わらわらって撮ってた。普通さ立ってくんのやめて。左右非対称や。何それ何これ、ね、今週末さちょっと座って。擦れちゃってるわ。今週末さよしばゆちょっと擦れちゃって分かりにくくなってるやん。何のサブちゃんなのか。イベントだよ、うん、しばゆくん、ね、あとしばゆくんさ髪の毛の色変わってるけどさ、うん、オープニングの映像と繋がってる。本当確かに確かにちょっと我慢した方が良かったじゃん。何で我慢してくんないの。おーねー本当にいや、こんな顔になっちゃったよ。何が待ってくんないの。どうしちゃう。めっちゃ可愛そうじゃん、としみつ。なんでさぁ、お願いって言われたら戻してもいい。コンビニ肉みたいにさ、勝手にやんないでよ。みんなで作ってるんだから。色だ一個ぐらいの変化ならまだって。なんかこれイメチェンやん、普通の、うん、9月だとサファイア色だから俺サファイア色…いや、知ってるよ。そういう意見すごい、それやっててくれてるの知ってる。面積すごくない。うん、だからどんどん広がってってるよね。自分でやったそれ。わーってなってきてる。いや、ちゃんと美容院で半分だけそれ。ここ半分なんだよ、ほら後ろもそれ染めてんだ、ちゃんと。うん、あーそれ9回目だからもう抜けてるように。こうやって出てくればいいよ。戻した方がいいかな。いいでも、これも取り返しつかない。眉毛はいいんよ。眉毛本番芝居が描かなくてもいいんだよね。そう、本番はね、あのプロがやってくれるだろうから。それでいいならいいけど。いいんだけど、その眉毛はどうしちゃったの。面白いなと思ってやっちゃったの。何が。おい、知らん。あれ徹夜に頼んだら。その3時かな。眉毛描いてって言うから、うん、まあじゃあ描いてあげるか。にじんじゃってんだよな、これちょっと許せないよ。眉毛ペンで描きなよ。ねえ、なんでマッキー、なんでマッキーペンなんだね。これに関してはお前だからな。お前が徹夜、眉描いてじゃあなんで今の、なんでって。依頼に 100% 答えただけですよ、私。しかもちょっと口角上げながら徹夜に頼んでたからね。ワクワクしてんな。向き全部左。いや、ここはちょっとあのビンスモークリスペクトというか。だよね、これ3時だよね。本当にこれさ、3時こんなことある。だって普通こうかこうじゃない。しかたない。66だもんね。30はこうだから、まあ、左右非対称。66、あ、そういう意味なの。ジェルマですか。あ、そうか。こんな眉毛大丈夫ですか、小田先生。本当ですか、これ3時ならいいんだよ、お前だけ。せめてこうかこうにした方がいいと思うんですけど。だったらフランキーの体とかいろいろあると思うと。本当か、本当かよ。フランキーになってやるかもしれない、イベント当日。カイドー改造すぎちゃった、自分で。いやー、改造すぎちゃったぜ。哲也がカッキーって言っちゃう。おい、海賊のモチーフじゃいけねえじゃねえかよ。バカしかいねえ。バカしかいないイベントやりたいの、一回ね。なんでそうしてきちゃったの。カッキーっつってね。いや、海賊いいね。海賊、あ、どうです。え、フィッシャーズが全部やってるんだもん。えあなた、見てますか、そういうの。フィッシャーズがもう数年前に海賊でイベントやってます、うん、あ、マジで。フィッシャーズ海賊団ね、うん、うわー、聞き覚えめっちゃあるわ。完全にやってるから。フィッシャーズだから相当前からもうそれ予約してたというか。フィッシャーズもずっと海賊団目つけてたんだよ。まあ海賊はさすがに譲ってあげるか。ワンピース取られてる感あるじゃん、だって。そうね、うん、そもそもね、もう俺らはあのこれ以上近づけないから。これが精一杯。先見の目がすごい。精一杯の努力これです。我々だって何するって言ったら難しいもん。もうバキしかない、地下闘技場でしょ。バキしかないな。俺らバキで戦うしかないんだよ。さすがに今回のイベントのテーマ地下闘技場にはできない。なんかこのイベント会場の地下深くにみたいな。じゃあ皆さん砂なんで靴脱いでくださいみたいな。無理だわ。爪落としていってください。さすがに、ね、受けが悪すぎるちょっとね。こんなこと言い方あるんですけど。山賊とかだったらありなんかな。山賊はなんかかっこよくないな。昨日話してて、海賊はたくさん主役になるけど山賊が主役になった試しがないって話になって。山賊って大体のアニメで一瞬でやられるやつだもん。そう、ね、うん、悪者か一番よくてキングダムっていう。ああ、山の民、ヨウタマがベスト。
ベスト三賊。あ、そう。あれが一番地位の高い三賊。三賊、ワンピースでも第1話しか出てこない。ヒグマさん、あの海賊と三賊の格差やばいよね。芝居はなんか眉毛なくなってるの今日朝見たんだけど、昔の芝居みたいだったよね、なんか。急に人相悪くなったというか。昔めっちゃ薄かったよね。薄かったね。なんで坊主だった？なんでなかったの？え、別に自分で剃ってたわけじゃないの？自分でやってない。へぇー、やってきた。もともと薄いのかな、醤油って。高校の時なんかめっちゃ薄いイメージ。あ、俺も薄くて太いイメージ。デジマユだけどな。じゃあ剃ったのか。薄毛地だった。気色ない？薄毛地嫌いだわ、薄毛地のやつ。それが面白かったよ。それが俺か。ちょっと待ってくれ、それか。写真さすがに撮るわ。でもこのさ、眉毛のこの角度似合ってない？まあまあまあ似合ってる。意外といいと思う。なんかさ、眉毛たっぷり入れようよ、醤油。このね、これの、うわ、人生これのすごっ。でも、2年ぐらいで消えるだって。らしいね、メイキタトゥーは。ちょっと眉毛タトゥーありだなとは思って。何時なんだろうな。え、本番はどうするよって。かまじ。かまじ。うっす。あ、本番は48時。あ、本番ね、なんかこんなひどくなるとはな、確かに。髪色もこんな。でもだって本番さ、一応10日や半分眉毛ない状態で迎えるわけでしょ。まあそうだね。まあ僕も半分ぐらい、まあもう書いてますけどね。あ、もうは、もう書いてるでしょ、さすがに。実は書いてる。うまいっしょ、ちょっと。わかんなくて。言ってくれ。何言ってくれって。俺も剃ったのにじゃないの。本番は、一部は徹夜に書いてもらうとか。だったら逆の方がいいけど。映像つながりとかもクソもなくなっちゃうな、マジで。だってもうこの髪の毛だったらなんか申し訳なさもなしにこう眉毛かけるわ。ああ、もうそっか、どの道つながってないから。つながりっていう概念はもう消えたからね。眉毛だけつなげちゃうこともできるしね。こうやってつながりがちゃんと違うのさ。いや、イメチェンだよ、ビジュアル系だもん。眉毛違うと顔の印象めっちゃ変わるんだね。マジで眉毛大事。チンピラだもん、普通に眉毛ないと。俺もチンピラだったわ。ガチチンピラ。もう焼け刈り上げガチチンピラ。チンピラがアバチキってたもん。やばいチンピラね。あれ TikTok に上がってたわ、ソシミツのこうなんか演説みたいなやつ。あれ正しいじゃなかった、事件として取り上げた。熱くなりすぎてるソシミツね。クリエイター号泣してんだもんな。ないね、で2メートルくらい離れてみんなカメラ構えてそれを聞いてんだよね。50人くらいだから。そうだ、安全地帯。マジでやだなじゃないんだよお前。トシミツ将来どれぐらいの確率で酒でやらかすんだっけ。あ、それなんかこの前で出してくれたんですよ、うん、冷静に。俺ら酔ってなかったからね、うん、真剣に見て、あの2人の時なんですね、うんうん、ほんと友達として真剣に見た結果、トシミツの不祥事率ね、うん、100% 将来的にお酒で 100% 俺たちが謝ると思う。本当は何パー、本当は何パーって言ってあげたいんだっけ。いや、できれば本当98に止めたら。でもでも絶対に100。100なんだ。絶対とかね、 100% って本当はこの世にないんだよ。ないけどね。でもね、絶対に100なんだよ。ないか。本当にみんなで多分スーツ着て、トシミツが、うちのね、メンバーとしみつがこの度は本当にすいませんでしたいうのはもう確定なんですよ。いや、まあなんかまあそんなこと、ね、ないって言うしかない。本人が諦めるないよくない。そうね、うん、でもリアルに分かってほしいのは、カメラが回ると5倍ぐらい暴れる。これはなんか本当に病気だと思う、YouTuber として。止まった時にその5倍が1倍に戻ってくれればいいんだけど、途中カメラ止めても5倍のままいっちゃう。確かにじゃん、カメラ止まってさ5倍が1倍戻ったら嘘になっちゃうから。リアルでやってるから。カメラ関係なくて。あるある、マジでカメラ関係ある。ちゃんとちゃんとだってウーロンハイウーロンハイで帰ることできるもん、普段。全然できるから。ただ本当に今日あなた酔ってくださいよって言われてみたいなもんじゃないのって。酔っちゃったらもうダメなんだ。そうそうそう。いや、でも酔ってくださいよって言われる状況ないからね。それが特殊だよね。特殊、うん、普通はあんまりね、その外で酔っ払ったらおいおいってなるけど、みんな気づいてないかもしれないけど、もうとっくの昔にネジは外れてるんだよ。、うん、撮影のせいだよな。何やるのかなっていうのは、現在の俺は気になるね。将来的にはヒヤヒヤしてるのかもしれないけど、うん、覚悟できてるからね、こっちは。もう諦めた。まあできれば人に迷惑をかけない系のやつだったらいいんだよね。そこがね、ちょっと 100% のサブチャンネルだよね。あんま複雑だけどね。一番理想は何？謝らなきゃいけないんだけど、まあまあ笑い話ですねっていう。脱いじゃった、ね、あ、脱いじゃったか。脱いじゃったよな。脱いじゃったあれじゃん、そのちょっと人に迷惑かけるやん。いや、ほんと人知れずぐらい。恥ずかしいのは自分だけだもんね。僕なんか
野球選手のピッチャーみたいにさ、ちょっと暴れちゃって自分が怪我しちゃうっていう、なんかベンチ殴って手折っちゃうとかあるやん。それだったら絶対器物破損が一番いいのかもな。まあよくない、まあよくないけど取り返しのつく器物破損、人を殴るよりは、ね、100倍マシだもんねって。100% ベース出しの話するそれはもう100% さ、そのパーセンテージが下がる、本当はない方がいいわけじゃなくて、だってあのさ、俺死ななかったらいいなっておかしいやん、まあまあまあ、いつか寿命くんだから。うん、それと一緒ってこと人は死ぬぐらい、いや本当かな、人はいつか死ぬぐらい、としみつはいつか不祥事起こす。本当にだからみんなね、イメージが悪い、本当に酒の仕事本当に来ないじゃん、10日の親。いや来ないでしょ。あ、そう、まあ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 、まあ、それも水とか食グループには来ないらしいからね。うん、まあ、でもその分10日の親としては、としみつの酔った時の面白いに助けられてるから。そうそう、全然謝るよ。あ、まあそれはじゃあ全然代わりに謝る。じゃあ今日飲み行くわ。なんかキャバクラとかあんま行ったことないから。確かにね、髪と足にカメラね、行くわ今日。おしまいか、イベント。芝居悩みなくなった。髪型イベントなくなるから。いや、なんかこれで視聴者の子がなんか変にね、なんかね、酒の怖さを知れたとか言ってんのがね、怖い。逆に逆にね、なんか私飲んで気づくもんだしね。うん、見て気づくのは違う。まだ本当知らないんだもん、見てる子たち。確かに自分でやらかした方が絶対いいもん。そうそうそう、なんか人のやつ見て、うわ酒怖っ、飲まないようにしようって思って、いざ飲んじゃった時にパーン行くとか。ね、全然関係ないんだから。マジで関係ないよね。だって利光が知らないわけないんだからね、その、うん、俺ピエロだから。だから普通に僕はピエロだから。ピエロだから、だからリアルじゃないんだね、あれはね。あの見せるようではある、うん、スタートはね。まあまあまあ、まあ、80% ぐらいリアルか。あとその 20% でどうやって頑張っていくかだな。いや、あのカメラ止めた後ここ大変だったんだよ。知ってる知ってる。振り切ったでしょ。泣き叫び、ガーンってこうやって床に座りたい。いや俺は行くんだ。おーダメじゃねえ。生放送出させろ。やりてえや、ね、東海オンエア好きすぎたんだよ、としみつが。やりてえや、帰りたくなさすぎてさ。ミスしたまま一番おもろくなるから。いや、おもろい。気づいたらホタルの光流れたの。泣き叫びながら洗脳症状ってねえ、あの時すごかったよ、としみつなんかグワーってなんでホタルの光にそんなにね、すごいすごい力がある、効力あんの。帰らなきゃ。アバチキの記憶ね、ぶっちゃあるんだよね、その本当に冷静になって話してて、うん、結構喋ったファンの方がいっぱいいたから、まあちょっとなんかねえ、まあ俺酔っ払ってる前にももみあげもねえけど、ちょっと漫談でもするかみたいな。どういう気持ちなの。まあ入口さんに会いたかったんだよ、確かの時。なんかめっちゃ言ってたよね。そう、なんか会いたくなったんだよね。あ、唐揚げ屋行って入口ぶん殴るぞ。ぶん殴ってないですけど。、うん、ダメじゃん、行くとちゃんと家に連れて帰るよ、お前。うっせえ、アバチキ寄れ。黙れ、寄らせろって。すごいチンピラになるんだよ。いや、もう仕方ないよ、チンピラだもん。僕が、いや、もうちょっと時間です、帰りますよって言ったら、うっせぇ、バーン。おぉ、あの、100起きてるじゃん、もう。おぉ、起きてるやつ。起きてるやつ。起きてないよ、起きてないよ。いや、身内もダメだよ。身内ダメと紹介になんないでしょ。なんか、いや、怖いよ、だって、音声とかをさ、いくとか録音したらさ、昼のワイドショーとか出ちゃうかもしれない。そうか。そうね、そうね。ゆうさんもそう、そろそろ帰れよっていうぐらいがちょうどいいんですけど、ゆうさんもそっちに乗ってっちゃう。あの人全部受け入れるからね。そうね、ごめんない人はいつもありがとう。全然全然、ちゃんとなんかね、別に泣いてるよ、ちなみに。やっちゃったなって。やっちゃったなってやっちゃったかもな。多分俺がとしみつとその仲間内とかで一番飲むこと多いけど、別にとしみつと飲むのが嫌って人はマジ一人も見たことないし、みんな楽しい思い出しかないんだよ今のところは。うん、なんか俺勝手に恥ずかしいことするんだよ多分俺。めっちゃおもろいよとしみつ。めっちゃ寝るからめっちゃ恥ずかしい。あんまりね、そのなんていうの、そのまあ、まあ、動画で見たやつだと信じないかもしれない。そのなんかお前なんか難しいな。いや、うん、人を殴ったり したことない、その、うんうん、明らかに面白い、うん、たまにわけわかんない女が昔の時にお前は誰だってことあるけど。そんぐらいかな。そんな話だけど ね、まあ、ね、口が悪くなるのはあるあるだからね、うん、お前が誰か知らないけどさとか昔ありましたよ、それは。もちろんね。それはね、謝るけど、そういう時は。でもなんかさ、どうだろう、
分かってくれる人いるかな、その記憶なくすぜとしてはさ、記憶なくなった時のことをさ次の日とかにさ教えてくれるやつなんなんってめっちゃ思うんだけど。分かる、めっちゃ恥ずいよな。うん、そんなん僕じゃない人がやってんだからさ、あーごめんなさいねその時の僕が、ね、うん、昨日ジュースこんな面白かったんで、いやいや、まあ、これじゃねえか、見せる軽く聞くぐらいはあるそうだ、僕こっちは一応ごめんねって言うけど別に僕じゃやったことじゃないからなんかふわっと聞いてるんだ、二重人格ぐらい違うんだ、すごい。ちなみにさ、俺何もやってなんかまずいことしたってなんかそのね、そう、なんか誰かにこう怒ってなかったとかね、うん、まあそうですね、大丈夫だよって言ったらもうそれでおしまい、おしまいでいいんだよね、うん、これさ、こう見てよこれは違うんだよ、うん、だって見ても俺がって泣いてる動画しかないんだもん、でそれ泣いてんのはとしみじゃないもんね、最高やみたいなこと言ってたけど、うん、恥ずかしい見たくないじゃんね、だからね、なんか下がっちゃってなんか熱くなってるとかね、あれを記録するやつっつうのは何なんだろうな、何なんだろうな、記録するやつっつうのは、うん、恥ずかしい、何に使おうと思ってね記録するっつうんだ、恥ずかしい、それもワイドショーで見えるかもしれない、確かに、記録すんのやめてもらえませんか、いや違う、謝罪じゃん、それじゃないんです、その先に謝罪があるじゃん、ありますけど、ない、ない、ない方がいいんだから、その、ね、うん、まあ、ない方がいいけど、でも絶対あるからね、そう、本当に、でも意外と夢丸がポンってやるかもしんないじゃん、夢丸何パーセントなの、哲也、え、夢丸はさ、まあ、ちょっと飲み慣れてる感ね、ある、3から40、いや、でも多いな、もっとないな、もっとない、2から30、あ、そんな少ないんだ、僕は2から30あるだけでも結構多いと思うよ、人生3回のうち1回は半分いや、ほんとな、気をつけなきゃいけない、いつも周りにね、いる人間がさ守ってくれるから、そう、俺行くと程度じゃ無理だね、あー、そうね、まあ、ちょっと確かに力関係あっちゃうもんな、だから今まで見てきた M-R の範囲だったら多分、まあ通るかなって感じ、ただどっかでやりすぎたときに何が起こるか分かんないよっていう危険度に30がある、この間六本木で迷った道、いや怖っお前こことこだーってなってすぐ友達電話して六本木迷ってるし俺今どこにいるか分かんないから迎えに行きますって来てくれて激しい夢丸見たことあるけどなんか罪ではないんだよね、確かに関西弁になってこうやってやるだけだから一つ言っていいって声言ってないから、あー、よしかっけえからいいね、うざったいだけだもんな、次の日朝一で仕事だからみんなでタクシーで帰ろうって、この3人で帰ってる時にめっちゃ降りて歩いて帰ろうとしておらせー意味わかんない、東京のわけのわからない裏の道らへんでね、マジおろせ俺をおろせ絶対やめて、どこ行くかわからんから受けしておりました、俺は俺でね、あのでマッチングアプリで予約してる女の子がさ今からホテルに来るって言ってるのに一緒についていきやがって、いいじゃんね、それはだって仲良くしたいの、なんでこれだって友達欲しいんだ、仲良くしようよ友達大好きなんだよね、 100% は小さいな、節目が 7%、 でも犯罪っていう意味で言うと不祥事で言うと違うんじゃないかな、おー、よかったよかった、ふにゃふにゃになっちゃうだけだから、あ、確かにどっちかっていうと僕言葉遣い悪くなるっていうよりはへにゃる方かもしれない、でもなんかそこにいる場に早く結婚したいとまずいかも、場にいる女の子を飲ませすぎちゃって、うん、ああはい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 、うわ、った自分がなんかじゃなくて酔わせちゃうっていう方の、うん、でなんか酔わされてからのパシャリとかは、うん、あるよ、あるわあるわ、確かに悪い女に引っかかるのは別さんかもしれない、俺これ知らないんだけど、いやでもこれありますからこういうのが、そうね、まあでも全員あるかそりゃパシャリ全員あるかそんなの、まあ、あるかもしれないですね、そんなの全員ある時はあるか、バカ野郎っつって無差は78ぐらい、高っ高っそんなにあんの、え、780%、 あ、78% か、あ、よかった、いや、それでも高いんだけどね、78%、極悪人じゃない、極悪人じゃない、極悪人じゃない、極悪人、もう本当に今イメージやばいって見てる人もいる、俊光と友達がいて友達のことを傷つけるやつがいたら俊光うるってやつ、ありそう、確かに、何言ってんだお前、俺たちよさってなると思う、あ、それはなんか消えそう、絡まれた時に相乗効果でお互いの酔いがこうなっていくかもしれない、確かにな、まあなんかね、いや、としみつパターンが多い、分岐が多い考えられるパターンがかなり少ないんだけど、全部全部悪い方向に、としみつなんかどれでも別に、あ、そっちかーって言われ、障害器物、としみつが普通に死んじゃうっていうパターンもある、障害破損吉本みたいな、だって結果エロもあるしな、
酔いすぎて結果エロ、酔いすぎて結果エロもありそう。どこまで行ってもそれはあるんだ。全パターンだ。全パターン、全パターン。それは全パターンあるかも。ヘラヘラしてるけどヘラしてないですよ今ね。中くらいの道が全パターン通ってるみたいなことは阿弥陀みたいな。100% 阿弥陀になってる。万能型なんだ、としみつ。最後は全部まともに、まともに。あ、そこ引いたか、よかったか、そっち行っちゃったかの最後ペラって。どうだな。え、どうするこれで本当にさ、怒っちゃった場合、本当に笑えないサブちゃんになる。確かにこれ、掘り出されるのか、このサブちゃん、ね。あの時これでヘラヘラしてたってなっちゃう。え、でも本当カメラ回ってるから、口が達者になっちゃうの、どっちにしろ。で止めようがないんですよね。うん、どうしようもないんだよね。違う人だから。その人がランダムで動く行動してるから、どうしようもないんだよ。でもそれ、違う、自分なんだ。生涯禁止するのも不可能じゃん、さすがに。かといって、今謝るとかしんみりすることもできないから、うん、俺らにできるのはもう覚悟しておくことだけ。だから皆さんにもしておいていただきたい。うん、周りが気をつけるはあるかもね。そうね、やっぱなんだ。来る時まで、来る時まで。定期的に思うけどさ、本当に俺、嫌いだよね、俺のこと。ガチなんか、本当に、ね、哲也って結婚したから哲也の言うこと信憑性あるって変なバックがあってるでしょ。いや、俺、トシミツの印象操作好きなのかもしれない。マジで、俺、東海オンエア、俺、東海オンエア短所でしか戦ってない。俺、まだ長所で東海オンエア戦うこと一回もないから、ちなみに。全部ネガティブな部分で動画出てるから、酒もそうだし。得意分野で戦ったことないから、ね、10年間まだ長所ネガティブだから。短所もね。確かにとしみつは東海オンエアを出るとすげえかっこいいかもしんないわ。知らないでしょって、俺東海でマイナスな部分でしか戦ってない。まだプラスで戦ったことないんだよ。いつの間にかわけわかんないポンコツキャラになってます。でもわけわかんなくない。俺東海にいると一生日の目浴びないって気づいたの。お前らだけいい思いしてんの。本当に印象操作。だったらもう犯罪起こしちゃったら間違い。全員引きずり落ちた。ダークサイド通した。これ言っちゃった。今分岐の悪い方言ったぞ。酒の不祥事に関しては印象操作じゃないからね。いいよ、俺がもうだってやるかやらないかだから関係ねえ。お前ら全部落としなんだよ。競馬予想ってだけだな。本当にね、なんか俺不憫だわ。でこれでこんだけ俺が言っててしなかったらね、おおって。いやもう逆にするわ。じゃあ今回確かにこれで徹夜がしたりしたらもうおはな、ね、笑い事じゃないよ。俺はこうやって人に言うとね、自分じゃやっちゃいけない立場やっぱなりますから、うん、まあ、やんなそうだけどな徹夜は。気合は入りますけど、泣いちゃうだけだもんな。こういう時のコメント欄がめっちゃ嫌いなんですよね。どうせ分かってる感しかないコメント欄が。これほんと結果どうなるかだけだからね。いやもっとお前らに言っとけ、ほんと俺マジ戦ったことねえから長所で、ほんとに。お前らが見てんだ、俺じゃない。まだ10年間全部寄ってるぐらいの感じ。全部こいつと印象そんなの。フィクサーなの。裏の全てフィクサー。でも俺の印象操作で今の年に出来上がってるとしたらプロデューサーとして満点だよ。すごいな。いや、だから酒で病んだとして、酒で解消して不祥事を起こしてで謝るっていうこのループができるサイクルが。何回謝るつもりなの。嫌なやつだよ本当に。わけわかんないこと言ってるもん。印象悪くしてどうすんのだって。いや、それの分の謝罪はもう責任を持ってするっていうね。いや、共倒れよ共倒れ。こういう場合は本当俺が何言ってもダメだから、もう印象させて、もう完了してる。その完了だから、数年前に完了してるから。俺が言っても何言ってもあなんか言ってなってんだよ。もうだからいつもそうなっちゃってるでしょ。もう俊光の印象がどんどん悪くなってチーム全体がこう落ちていくのであれば、もう俺も落ちていく覚悟はやっぱできてます。そうや、なんかまた切れてるわってなっちゃうし、もうダメなんですよ僕は。もう泥船こしらえてるもんだから。哲也が俺も乗りながら泥船こしらえてるめっちゃバカじゃん。どうかやねん。よく沈む。最悪だな。沈む時は一緒だから。絶対お前だけ沈まんねん。そうだよ。あれ、そう思われてんの。救命がボートで出てるわけ。うーん、それは生まれるんだ。それはちょっと申し訳なくなっちゃうからな。もう本当にネガティブな星出てこなくなっちゃうわ。もう酒が解決するって。あ、本当だよ。やばい悪い先輩。いや、もうルート見えてるわ今。ちょっと今日3人でさあ話し合おうぜ、酒飲みながら。パーセント持ちはやばいっす。パーセント持ちは
バフかかって俺が60ぐらいに上がるってこっちどう？こっちをいやまあ、俺はね、芝湯はなんか犯罪的なことはないと思うんだけど、うん、俺一番怖いのは巻き込み事故でりょうくんあると思う。はあ、その現場にいたって。あ、そう、僕もなんか それは言おうと思ってた。なんか芝寮はなんか良くないことをしてる人がたまたま同じ場にいたからちょっとどうしようみたいな、なんか美味しい映画場にいるっていう、要は31人飲み会の中にいたとかみたいな、そういう感じのあれはありそう。でなんかそこで揉め事がバーッと起きて、誰がいたってなって寮と芝寮いたみたいな、いただけで印象悪くなっちゃうっていう状態でいるんだけどまあ、でもそれがあるかなくらい。ぐらいだね。徹也は僕ないと思うな。徹也はね、泣いちゃうからね。関係ないの、泣いちゃうから。徹也普通に酒強いしな。ね、うん、バカ飲み会で潰れて死ぬか、死なないかと思ったね。バグり、なんか変なバグり方しないよね。うん、徹也はただ泣いちゃうから、泣いちゃったらもう本当にかわいそうになっちゃうからさ、徹也帰りなってなるから。徹也がバグれないんだよね。スマブラなんだよ、ね、の最終形態。確かに、なんか酒酔った後、って一通り泣いて、あーってやった後、スマブラやるかえ今って思ったことある。でも酔い方って決めれんもんな、自分で。もう生まれ持ったものというか、あのコントロールでは、その飲むもののコントロールから。酔った後はもうね、キャラ性能次第でもうどうしようもない。バカ野郎がだからテキーラとか始めたら怖いよね。だからそのそうだ、酔わないことは可能なんだけどさ、酔わないんだったら別にジュースでいいからさ、多少はちょっと楽しくなりたいからお酒飲んでるわけやん。そのバランス非常に難しいあ、ちょうどいいところ。もう矢印べえみたいな。いや酔いたいっていう感覚あんまないんだよね。シラフでもう構わんみたいな。へえ、うん、酔いたい、うん、シラフ、そうか、飲み会はみんなで体張ろうぜっていうので楽しく、うわ、なんかそんな気がする。体張るか、うん。芝湯はだからその酒弱いけどテキーラとか好きなんだよ。好き。パーティードリンク、イベントが好きなんですよ。パーティードリンクが好きだからそれだ、それはあるわ。最近さ、ここの2人のバランスさ、こうなってきてない？酒飲んでるさ。最近酒飲んだか。最近ほんと酒企画もう出されたから、俺ら全然飲んでない。最近飲んでないよ、マジで飲んでないなんか芝居強くなってる。いや芝居はね、強くなってるよ。強くなってるんだ。ああそうだ、そんな印象あるな。テキーラ5杯とか全然いけるっていうか、なんかみんな強くなってる気がする、うん、なってんのかね、俺が。なんか脳がバグってんだろうね体の老いか、うん、気づいてないだけ。肝臓が気づいてない実は弱くなって気づいてないこれで決めとくか、俺と亮の決戦じゃあ俺それで参加するわとりあえずはこのイベントの打ち上げをね、まずは一つ一つ切り抜けていきましょう、うん、打ち上げ絶対あるよ。つつもやった方がいいんじゃない実はこの規模はね、ちょっと定期が徹夜とかね、やった方がいいんじゃない絶対とかないと。ちゃんと楽しんで、でちゃんとお家に帰る、このこれが人を成長させる。そう、ね、そう、はい、飲まないっていうのはね、意外とね成長してないんですよね。まあね、飲んだ時どうなる。コントロールできるならちょっと飲まないといけないですね、うん、それはコントロールなんで、気をつ、まあメンバー気をつけて、ちょっと一回正座しよう、打ち上げしましょう掘り返されるかもしれないからね。お見苦しい姿を見せて本当申し訳ないです本当にみんな喜んでる、分かってますんで別に嬉しくて。でも爆笑したからあれね、もうね、現状だから最高なんだよね、うん、現状最高、最高超えちゃったらバット入ってるから、そう、バットゾーンに入ってる。今の維持でいこう、俺らは。そうね、前、後ろの時はまず徹夜から落とすか石投げようすか物理的な破壊ってクソって10円で掘るわ、徹夜電子に言ったよ本当、それか、メンバーの徹夜に石を投げるという事件